はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回はですね、 ED 改善、中折れ防止、射精度の感度アップ、勃起の角度アップについてね、とっても効果的な PC 筋のトレーニングを紹介します。説明欄にタートルがですね、書いた記事、ノートっていうアプリでですね、記事書いてるんですが、そこで筋トレとマスターベーションというですね、まあタイトル見てもらったら分かるんですが、筋トレとマスターベーションについて面白い記事をね、書いてますんで、もしよかったらですね、タートルに寄付するつもりで、ぜひ1000円でご購入ください。お願いします。で、じゃあ行きましょう。 PC 筋の位置がですね、竿の根元の方にあるんですが、そこに力が入ったかっていうのが意外と分かりにくくってですね、よくケツを締めて止めとけっていう風に、まあ言ってるサイトとかもあるんですが、まあタートルがやってる方法としてはですね、竿を軽く引っ張った状態で、竿の付け根にキュッキュッと力を入れます。そうするとですね、軽く引っ張ってる竿が引っ込もうとします。力を入れるために、で、竿がキュッキュッと中に引っ込むんで、その感じで力を入れてるっていう感覚をまず確認してください。そしてですね、その竿をピュッピュッとこう PC 筋に力を入れる感覚が分かってきたらですね、そこで日常的にですね、10回とか、気がつけば10回やるとか、ああいった感じでですね、キュッキュッキュッと PC 筋を力を入れる感覚をまず養ってください。それができてくると、PC 筋に力を入れた状態、要は竿を引っ張って竿が引っ込む、 PC 筋に力を入れると竿が少し引っ込む感じがするんで、持ったまま竿を引っ込めて力を入れたままで10秒とかキープをしてください。10回動かすことを日常的にして、あとは10秒とか力を入れっぱなしっていうのを、まあ2セット3セットやってみてください。はじめはですね、お尻を締める感じの方が PC 筋に力が入ってる感覚がするんですが、慣れるとお尻の力を抜いてても PC 筋に力が入ります。で、慣れてくるとですね、この PC 筋、これが鍛えられてるかどうかっていうのが意外と分かりにくいんですが、まあタートルやってる方法としては337拍子って言ってる自分がアホみたいですが、この PC 筋に力を入れるリズム、例えば1、2っていうリズムの間にピクピクピク、ピクピクピクっていう感じでリズムを作ってみてください。そのリズムよく、頭で思ってるリズムよく PC 筋にピッ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 ってこうね、ピッ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 ってこうリズムよく PC 筋に力が入れてくれば、自分が PC 筋を扱えれているという形になるんで、意外と PC 筋がついてます。で、それがですね、あとはね、PC 筋をピッ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 ってこう早く動かせれてくるんですよね。そうなってきても PC 筋がうまく使えてきてるんで、PC 筋の筋トレができている証拠ではあります。今みたいな感じでですね、もちろん ED に効くスクワット、腹筋も大事ですが、最後の最後となってくるともう PC 筋です。 PC 筋をしっかり鍛えてください。男性器が漠然と蘇ります。ぜひやってみてください。です、初めにも言いましたが、説明欄にタートル書いた記事、筋トレとマスターベーションで人生うまくいける方法というのを書いてますんで、説明欄からぜひ買ってみてください。面白いと思います。今日もご視聴ありがとうございました。